はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも、スチーム実況チャンネルご覧いただきありがとうございます。今日はですね、以前にウォーフレームの動画番外編ということで Twitch プライムと連携させてウォーフレームの特典、あの時は、フロストプライムとシャンダナでしたけど、あと武器か、近接武器と、プライマリー武器が手に入りますよっていうことを伝えたと思うんですが、今回それと全く同じで、パラディンズでも、Twitch プライムと連携させることで専用マウントとスキンが手に入り、そして2月3月と、特典がありますよということをちょっと紹介できればなと思いました。で、なぜ今もうこれ発売されてもう2年近く経っている、まだ未だに早期アクセスのゲームなんですけども、なぜ今、パラディンズをするのがいいのかっていうことも少し話すことができればなと思います。で、パラディンズと Twitch プライムを連携させる方法は簡単で、自分の持っているパラディンズアカウントとまず Twitch、 自分の持っている Twitch アカウントを連携させます。で、Twitch プライムアカウントに追加されましたとこのチェックが入ると、自分の Twitch で、得点を得ることができると。なので、ウォーフレームの時と一緒で、Twitch プライムに加入してパラディンズの、アカウントを取得して、その取得したアカウントと自分の持っている Twitch のアカウントと連携させると、はい、でこの Twitch プライムの特典とまたそのパラディンズのアカウントを連携させることで3つを連携させることで手に入るということですね。はい、そんなに難しくないので、ぜひやってみてください。これから始める人はパラディンズのアカウントを取ってもらって、始めればいいと思いますし、まだこの Twitch プライムを受け取っていないのであれば Amazon プライムに加入して、もしくは、無料体験版を、申し込んで、特典を手に入れるといいんじゃないかなと思います。ユーロチャンネル。このゲーム有志ですが、日本語化もあります。その日本語化はですね、ガイドに、日本語化と入力してもらえれば、手に入れることができますし、この日本語化情報のキュレーターをフォローしていただくことでも、得ることができますね。この掲示板表示から、ガイドのところをクリックしていただいて、ここに日本語化と入力していただくと、パラディンズ日本語化ということで、その日本語化どういう手順で、することができるのかということをこの順序のところに書かれてますね。ZIP ファイルをダウンロードして、回答したパラディンズを、ディレクトリに上書きする、このディレクトリはローカルファイルを閲覧で、行くことができるフォルダーの場所ですね。でパラディンズを起動させてランチャー左下の歯車に、オプションのところにラングエージジャパンと入力してアプライを押すと。でこのラングエージジャパンここをコピーして貼り付けるといいと思います。ユーロチャンネル。はい、で無事に日本語化が完了するとこんな感じでプレイストアチャンピオン VIP ということで、このホーム画面がね、日本語訳になります。で日本語化すると何がいいかっていうと、例えば、キャラ何でもいいんですけど選ぶときに、こういうところがね全て日本語になるのもいいですし、そのキャラごとにカードによって追加効果を得ることができるんですね。その追加効果のこの内容がここ全て英語になってるんですよ、デフォルトだと。なのでちょっとそのカードにどんな効果があるのか、絵から想像するしかないかもしれませんよね。簡単な英語なんですが、でも、日本語化を、手に入れることによって、新しく実装されたこういうものは、英語なんですが、それ以外のカードの内容なんかはほとんどこんな感じで日本語訳されるんですね。イリュージョンが敵に倒されると、イリュージョンのクールダウンが 0.5 秒短縮とか。はい。
ほとんど日本語訳してくれるので、最初から日本語モッドを入れておくといいかなっていう感じですかね。はい。で、どのキャラが手に入ったかというと、この、ボムキング。はい、ボムキングですね。で、このボムキングのキャラがアンロックされましたと。で、さらに、まあ、ウォーフレームでいうシャンダナのようなもんですね。外装を変えられるんですが、その外装も、本当は、有料のクリスタルを手に入れて、購入するものなんですが、手に入ってますね。で、カスタマイズを選んでもらって、この、マスク、これですね。限定、アクセサリースキンが手に入りました。はい。Twitch 限定アイテムって書いてありますね。はい。で、ボディですね。これも手に入りました。あ、Twitch っぽいわ。マークもあるし、色がもう Twitch プライムっぽいですよね。はい。で、ここはないのか。ボムはないのかな。はい。この二つかな。はい。この二つですね。はい。この Twitch のマスクとボディが手に入ったという感じですね。で、キャラはこんな感じですね。で、宝箱がね、15ついてるじゃないですか。これも、回せると。普通の宝箱を、5回回せるのと、金の宝箱ですね。これを、10個、開けることができると。計15個の宝箱がついてくると。じゃあ、一回開けてみますか。どんなものが当たるのかね。はい。はい、こんな感じで、特定のキャラに付けられるカードが手に入るのと、そして、さっき見たようにマスクとか鎧とか、そういう外装も、ゲットできるという感じですね。はい。はい、じゃあどんどん取得していきましょう。はい、こんな感じで、アイテムが手に入ると。さらに、金の宝箱が10個回せるということで。はい。じゃあちょっと開いていきたいと思います。レギュラーキー。で、他のキーを回す。それぞれ、フロントライン、ダメージ、サポート、あと一つなんだったっけ？フランクか。フランクですね。はい。で、レギュラーキーが10個回せるっていうことですね。はい、レア武器、パープルサンダーが手に入りました。はい、どんどんいきましょう。レア、はい、レアスプレー、あ、これは装備できるな。はい、装備します。自分の持ってるキャラだったらね、装備できますんでね。はい、これは持ってない。レア、はい、こんな感じでゲットできるということですね。はい。で、それぞれ、ゲットしたものが分かるようにプラス1になっていると。はい、カスタマイズできるということですね。2000円出せば、すべてのキャラをアンロックプラス、月1回か、2ヶ月に1回だったかな、月1回のペースで、出てくる新しいキャラもアンロックできるということですね。はい。こういう特典がついてくると。よっしゃ、来た。あれだ。設置しておき。そして。よし。来月、再来月と2月、3月にまた新しい、特典も手に入るということで、3ヶ月連続して、Twitch プライムに入っていると特典がもらえると。なんか2月は宝箱のマークがあるので、多分レアな宝箱がゲットできるんでしょうね。で、これは
3月はパラディンズのマークなのでキャラがもらえるのかな、わかりませんけど、まあ、とにかく3ヶ月連続で、今入っておくと得点がもらえるので、今パラディンズを始めるのはお得かなっていう感じですね。で実は、今回パラディンズを進める理由、それは得点があるだけじゃなくて、実は2018年中に実装される、パラディンズバトルロイヤルモードが、あるっていうことなんですね。でその、画像はこちらですが、まあ、かなりね PUBG っぽいですが、はい、内容もあの PUBG の200人のプレイヤーがオープンワールドの世界をバトルロイヤルして生き残りをかけて戦うというモードが、パラディンズにも2018年中に実装されると。でその、パラディンズのモードはその今既存のマップの300倍の広大なマップで生き残りをかけて戦うモードらしいんですよね。なので今始めておいてキャラを使い慣れておくと、そのパラディン版 PUBG のモードが実装された時に結構有利に、試合を運ぶことができるんじゃないかなと思って、まあ、そういう理由でも、今回パラディンズを始めてみられませんかということをお勧めしたいなと思いました。はい、ぜひ、Twitch プライムの特典を活用してパラディンズを始めてみてください。では、今回は今パラディンズを始めると良い理由について、動画を撮ることができました。ぜひ始めてみてください。というわけでユーロでした。バイバイ。